大分市立大木田中学校は、かつて、大分県大分市大分町にあった、公立中学校である。大分市中心部に位置し、にあげ町小学校、中島小学校、住吉小学校の3つの小学校区を校区とする、公立中学校であった。校区には、大分県庁や大分市役所などの観光庁街、中央町や竹町などの商店街、都庁などの繁華街、 大分臨海工業地帯ご高地などの工業地帯といった多様な性格を持つ地域が含まれていた。中心部のドーナツ化現象による人口流出のため生徒数は減少傾向にあった。卒業生の総数は1万9804人公明の大木田は大分の古名であり、慶光天皇が大分を訪れた際に広大なるかな、この軍は。よろしく。 大木田国と名付くべしと名付けたことに由来する。2012年3月に策定された大分市立小中学校適正配置基本計画では、宮毛町小学校、中島小学校、住吉小学校を統合して新設校を建設するとともに、本校との小中一貫教育の充実を図るという方向性が示された。2014年2月25日には、 大分市教育委員会が3小学校を統合して本校と隣接する住吉小学校の校地に2017年4月に施設一体型小中一貫校を開校することを決定している。2016年6月にはこの新設校の種類を大分県発の義務教育学校とすること、校名を大分市立大木田学園とすることが決定された。本校は 高知への小中一貫校の校舎建設のために2015年に泉町にある住吉小学校グラウンドの仮設校舎に一時移転していた。ありがとうございます。